マスオゲームズです。はい、皆さん今回はですね、こちら超マスクラマスオのマインクラフトパート87やっていきたいと思います。まだパート1からパート86見てないよという方はですね、再生リスト作りましたので、ぜひそちらからチェックしてみてください。はい、ということで今回もやっていくんですが、やらかしました。いやー、ちょっといきなりね、何のことだなってね、見てる方は思うかもしれないんですが、いや実はですね、前回ですね、僕ね、エンドシティっていうのを発見しました。エリトラがゲットできるエンドのね、街ですね。前回ずーっとそれを探してようやくね、その街に着いたんですけど、撮影をしようと思ってね、こうとりあえずゲームの中入ったんですよ。そしたらですね、なんか僕がちょっと目を離してる隙にエンダーマンとどうやら僕目が合ったみたいで、なんかね、いつの間にかエンダーマンにやられていたんですね。はい、マスオアウトということで完全にやられてまして、また拠点からそのエンドシティまで行かなきゃいけません。はい、でもうさ、向かって動画撮影 し直そうかなと思ったんですけど、なんか武器何もなくて食料だけで行ったら、エンドシティまで行くのにエンダーパールが必要なんですけど、それもゲットできなくて、まあ、エンドシティにたどり着けないっていうね、このなんかグダグダな状況からパート87はスタートしていきたいと思います。やらかしましたね。はい、ということで久々のね、超マスクラなんで、まあ拠点をね、ざっくり紹介しながら、まあね、ちょっと皆さんとね、一緒にエンドシティまで行きたいと思います。っていうか、もうこれで行きましょう。ダイヤ装備、もう完全装備で今回行っちゃおうかなと。で、ダイヤモンドの、剣も欲しいところなんですけど、ダイヤ剣はないので、とりあえずこれでいっか。はい、この、あ、これはやめとこう。こっちにしましょうか。はい、この完全装備をシャキン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 身につけて、はい、これでもう特攻したいと思います。いやー、やられると思わなかったな。てか久々にこの超マスクラ見たよっていう方はね、いらっしゃると思うんですけど、こんな感じです。今の拠点水でいいですよね、水辺ってね。で最近さ、カズさんとかね、ポコニャンさんたちも年ごとにね、マインクラフトのワールドを変えるっていうのをやってまして、皆さんこう楽しそうですよね。やっぱり新しいワールドってさ、結構楽しいですよね。だからいいなーって思いつつ、ただ僕はね、まだね、やってないことが大量にあるので、とりあえずね、ここでうん、いろいろね、やりたいと思います。まあ水上都市を作るっていうことで、まあ、動いてたんですよね。で今ちょっと見えないんですけど、この奥の方にある水上都市を発展させようと思って、そろそろじゃあエリトラを取り行きますかっていうところだったんですよね。まあ、あ、そうだったなと、マスオそういえばそうだったなと思ってくだされば全然いいんですけど、はい、まあこんな感じです。じゃあとりあえずまたエンドシティに向かいたいんですが、エンドシティがですね、マイナス3000とか、まあ座標が一応わかるんですよ。前回の動画を見返せば。だからそれがね、せめてもの救いですね。どこに向かえばいいか分かってるっていうだけでも、マジで大きいので、はい、じゃあ向かいましょう。レッツゴー!よーし!ということで、エンドの入り口まで到着しました。では、こっから向かいましょう。レッツゴー!で、今回は、まあ前回と違いまして、僕もフル装備持ってきちゃいました。ダイヤモンドの剣とか、あと防具とか、これなくしたら僕本当にやばいやつ、もう絶対なくしたくないやつを、もう今回はあえてもう持ってきました。ですんで今回破れたらちょっとね、冗談抜きでシャレにならないぐらいにちょっとやばいです。はい、で、ここが僕が前回やられた残骸ですね。はい、この野郎。で、まずはエンダーパールを探さなきゃいけないので、この子たちを倒さなくてはいけませんね。
おい落とせ落とせ、ほらおい落とすんだよ、落とせ落とせ落とすんや、痛い痛い、よーし、これでとりあえず迎えるぞ。ご飯はしっかりね食べておきましょう。よしよしよし、ちょっと一つっていうのが若干不安ではありますけど、これでよし、いきますよ、せーの、ほい、よし、でマイナス3000とかなので、僕はこの方向にずーっとまっすぐ行ったみたいですね。左上見ていただくと分かるんですけど、今マイナス1000なんで、もうこっからマイナス3000まで、とりあえずまっすぐです。ずーっとこっち。もうずーっとこの旅。からの、ようやくエンドシティを冒険できるってことですから。エリトラ発見できるはず。よし。じゃあ、とりあえず歩きまーす。よし。やっと、マイナス2000まで来ましたね。マイナス2000まで来ればとりあえず、あと3000、1000なんで、いけるんじゃないかなって思うんですけど。あ、よかったよかった。僕が行った道がありますね、あそこにね。前回行った道が。だから、このルートで一応合ってるっていうことですね。なんか全然さ、違う島からもし僕行っちゃってたら、発見できないってことになりますんで、そのね、エンドシティ。だから合ってるよね。これ人工でこんなさ、橋できないもんね。ここ怖っ！一個だけ置けてなかった。あれ危ないよね。トラップだよね、完全にね。これでもマイナス3000近くになってきたぞ！いよいよ！この辺りだ。あ、あった！道があった！あそこだ！あそこから行けばいいんだ。あったー、エンドシティだー。いやー、やられた時は絶望だと思ったんですけど、やっぱ一回来たことあるとこういう風にね迎えるってことですね。じゃあ、エンドシティをね発見したんで、マスオの残骸を探しましょう。どこかにマスオの残骸があるはずです。多分、このワールドだったら、消えてないと思うんだよね。時間経ってても。どこだ、マスオの残骸は。マスオの残骸。あった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 。マスオの残骸が、なんとか頑張って逃げたマスオの残骸が発見しました。よし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 、回収！回収！よかったー。マスオの、残骸、全回収。よーし！そう、こうやっててやられたんですよ。こうやって。じゃあ撮影していくぞーって、こうやってて、なんかぼーっとしてたらやられちゃった。はい。ということで、皆さん、ようやくね、着いたこちらのエンドシティ、これから冒険してエリトラを発見したいと思います！行くぜ！前座が長いってね。なもんカットしてもよかったんじゃないか説あるけど。まあ、これもね、また、マイクラの良さでしょう。よし。よし。よっしゃー！うわー！シルカーボックスが、あー！浮くの！やばい！やばい！待って待って待って、引っ掛けなきゃ引っ掛けなきゃ。危ない危ない危ない。危ない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 。あー！おい、やめろ！やめろ！やめろ！よし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 。そして、こっちの方が強いな。武器的に。よし、攻略していくぞ。シュルカーボックス取れたよね。シュルカーの殻取れました。よし、久々だなー、このエンドの攻略。食べ物をこんなにいらないでしょ。で、ブロックもちょっと置けるようにしときたいから、まあ、こんな感じか。あ、防護とか強いのあるじゃん。落下軽減、お、強いの。そっか、俺強いので今回持ってきたんだもんな。そりゃそうだよな。よし。ちょっとアイテムも。あれ？あ、よかった。ツルハシもちゃんと持ってきてますね。よしよしよし。これでいいかな。よし、行くぞ。
弓矢もあるじゃないですか。俺ちゃんとしてるね。よし、まずここに乗りまして、ポイッと、よし、ポイッと見えるところになったら弓矢でちゃんと倒していきましょう。声が聞こえる、ウェーって。よし、よし、まずてっぺん目指すか、ここの。あ、やば、あんなところにいる。倒すぜ。おら、おら、強い。よし、はっはっはっは。もう俺はな、何回もクリアしてるんだよ、ここを。さすがにな、そんないつまでもヘタ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 やってらんないぜ。よし、よし、まだ見えませんね。ちゃんと登って、よし、ここがてっぺんだっけ。あれ、てっぺんってこんな何もなかったっけ。あ、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 ろうそく。あー、ただのてっぺんですね。ただ結構道あるからな。あっちにもあるし、飛んじゃいますか。いて、よし、なに、よし、安全に倒す。危ない危ない、どっから撃ってきてるんだ。ちょ、見えなかったな。よし、じゃあここ登りますか。あ、いた。よし、はっはっはっは。よし、じゃあ登っていきましょう。こんな形状だったんだっけ。よし、ここから一段一段。これ外にいるやつの声だね。中にはいないんだっけ、これ。あー、ここ囲まれるところだ。一体ぐらいは残しておきたいね。よし、一体残しておいて、それで飛ぼう。いで、いで、やばい、やばい、今度やばい、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 いすぎ、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 危ない、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 危ない。よし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 、オッケー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 。やつは倒しておこう。ほら、ざまみろ、アイテムゲットー。お、し、おわー、修繕のダイヤモンドシャベルゲット。これはお宝、やばいでしょ、このお宝は。修繕だよ、すげえ、嬉しい。こっちはダイヤモンド。いやー、これ素晴らしいアイテム。そして鉄、これは、お、修繕の鉄の剣。え、すごくない。え、いいじゃん、めちゃくちゃ。レアアイテムばっかりなんですけど。ということで下がりましょう。やっぱエリトラあるのはあの部分ですもんね。あの奥ですもんね。はい、そっちの方に行こう。じゃあ登っていくぜ、エリトラ目指して。レッツゴー。あっちだ。で、ここをうまく飛んでいかなきゃいけないから、よし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 、あれに当たろう、うまいこと。もうちょい、もうちょい、よし、行くぜー、レッツゴー。届け、届いてくれ、届け。よし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 、あー食らう。よし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 、俺は来れた、俺は来れた、エリトラのある場所まで来れたぞ。これ回復ポーション、まあいいか、あるのか。お、この先にあったー、やばい、ついに。ちょっと待って、その前に、うわ、強っ、幸運さん耐久力、え、強っ、めちゃくちゃ強いんですけど。え、こっちも、せーの、ほい、火属性防火か。こっちに変えておこう。はい、ということでエリトラゲットー。何いらないかな。水は、溶岩いらないか。あ、シャキーン来
スを来ました。どうやって乗るんだっけ。やったよ、ついにゲット、エリトラ。え、ちょっと待って、こっから飛べばいいの。あ、そうだ、ここになんかアイテムあるんじゃなかったっけ。そうだよね、ここにドラゴンの頭があるんだよね。これゲットしたいな。うえっうえっ、あっ、あっ、やべえ、うわっ、あっ、あっ、やめて。ここ安全、ここ安全。よし、痛い、やめて。あー、これ以上上に行ったらやばい、これ以上上に行ったらやばい、やばい。大丈夫だろ、ちょっとチェンジだ、防護にしとこう。やばい、いってー、危なかった。防護にしといてよかった。危ない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 。あ、でもエリトラあるから飛べるのか俺今。そうなのか。イエーイ、そうなんですよ、これも重要なアイテムですからね。やったー、エンダードラゴンの頭ゲットしたぞー。皆さん、マソでーす。ブサイクですねこれはね。でかいし、でかいし、完全に。ちょっと頭ちゃんと変えましょう。はい、ということで無事ゲットしました。じゃあ初飛び行きましょうか。では皆さん、超マスクラの初飛びお見せしたいと思います。行くぜー、レッツゴー。おーおお、ついに飛んでいるー。あ、あいて、食らったけど飛んだー。やったー、行くぞ。ヒューヒュー、すごーい、ついに超マスクラも飛ぶことができるようになりましたー。やったぜー。ではとりあえずこれで一旦戻るとしましょうか。よし、じゃあ戻ります。レッツゴッ。いや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 、どこですかここは、どこですかマジで。ちょっと目あったら終わるんですけど。え、どこ、ここ、あ、ここか。いや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 、戻るにしてももうちょっと安全なところに戻してくれよって話なんですけど。よし、あれ、あ、そっか、戻るのは違うわ、戻るのはあそこか。よし、エンドから戻るのってあの真ん中だっけ。久々すぎて忘れた。よし、まあ、戻るぜ、レッツゴー。はい、ということで一応戻ることができました。で、今夜になっちゃってますけど、よーし、じゃーん、こんな感じでーす。飛んでみようか、花火欲しいけど、まあ、とりあえずを、ヒュー、すげー便利。やっぱエリトラってやばいね。これでさ、水上都市までさ、水上都市だけど、まあいっか、あの、こうやって飛んでこれちゃうんですよ、ほら。ほいー、すげー、トロッコ作った意味ねー。よーし、ということで今回の目的は果たせました。エリトラをね、たくさんこうね、ゲットする、あ、たくさんじゃないわ、とりあえずゲットするってことだったので、まあしっかりとゲットできたので、まあ良かったかなと思います。で、このね、超マスクラのね、大きな目的であるここに水上都市を作っていくっていうことで、まあ前々回でもお話ししたんですけど、エンドのね、このブロックですね、このエンドストーン、これをこういう風にこう使って、まあ、水上にね、綺麗な、なんかちょっとお城チックなものをね、作れたらなと思ってますんで、ぜひまたね、次回の動画も見ていただけたらなと思います。
ということで皆さん、今回も最後までご視聴いただいてありがとうございました。よかったぜ。以上、マッソゲームズでした。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。